ダストチャンネル。ダストチャンネルのダストです。本日紹介するのはこれだ。じゃん、ライダーヒーローシリーズ仮面ライダーリバイレックスゲノムだ。イエーイ、倒れたー。こちらは新仮面ライダーの仮面ライダーリバイスに登場する仮面ライダーリバイレックスゲノムのソフビです。リバイスのおもちゃは来月から本格的に発売されるんですけど、それに先駆けてこのソフビが発売されました。ということで早速アップで見ていこう。はい、アップで見てみるとこんな感じですね。仮面ライダーリバイはこんな感じなのか。結構ね、怖い顔立ちをしてるんだけど、まあどうやら悪魔と契約してこういうライダーになったっぽいよね。で、胸の部分、成型色は大部分はピンクですね。ベビーピンクで、ここはね、メタリックグリーンかね、すごい綺麗な塗装があります。これは何だろうね。傷みたいななんか模様が入ってます。で、これがリバイスドライバーで、下半身はこんな感じ。ちょっと筋肉質の感じにも見えますね。で、後ろ側はこんな感じで、まあ塗装はないけど、後ろ側はこんな感じのデザインですね。可動は、まあ両腕がこんな感じで動くのと、あと腰もちょっと動くね。500ミリペットボトルと大きさを比較するとこれぐらいの大きさになっています。ということで本日はライダーヒーローシリーズ仮面ライダーリバイレックスゲノムを紹介しました。さあみんな、新しいライダーのデザインはどう？僕はね、かなり好きなんですよ。もともとね、悪役っぽいのが好きだし、色も面白くて派手だし好みですね。片割れのバイスもすごい楽しみ。今後も仮面ライダーリバイスのおもちゃをレビューしていく予定なので、気になっている方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。